おはようございます。今から飛行機に乗ってオスロに飛びます。オスロの空港に着きました。今飛行機降りるとこです。今から乗り換えです。寝不足なんで顔がやばいです。ですね、なんか寝癖がすごいんだけど、今ですねスバルバルに向かうんですけど、ノルウェーから見たら外国のようでインターナショナルトランジットになりましたね。なのでパスポートコントロールを通過して、今はタックスフリーのインターナショナルゾーンにいます。 Please have your boarding passes and your passports ready. ついにですね、念願のスバールバル諸島への飛行機に乗りたいと思います。ちょっとコロナが怖いんですけど、マスクしてないと逆にすごい病人みたいに見られるんで今してます。寒っ。街に今移動してるんですけど、このバスが一層が過ぎます。空港の前なんですけど、今のところなんか何もないというか、車が止まってるだけでも荒野に車が止まってるみたいな感じですね。今バスの中なんてあったかいですけど、外はマイナス25度ぐらいです。結構街栄えてますね。そこにスーパーがあります。寿司食べよう。バスが送ってくれました。今から宿に入ろうかな。多分これが宿だと思います。ここがレセプションみたいですね。宿の寒すぎるんで、とりあえず中入りたいです。行きます。今日からこの辺にお世話になります。はい、こんにちは。今日はね、2月29日でスバルバル諸島のロングイヤービエンの宿にいます。昨日はね、宿に着いたんですけども、疲れすぎていてビール飲んで寝ちゃいました。かなり寝て、11時28分お昼なんですけど、今日はね、街を散策する日にしようかなと思っています。結構ね、こうスキーで移動する人もいるみたいで、スキーの跡もついてますね。登り大変そうだけど、でも下りやすいし行けていいですね。今から町に向かおうと思いますが、だいたい今マイナス25度ぐらいですね。天気は非常にいいですけど、その分寒いです。
今ステイしてる宿がですね、安くていいところなんですけど、町から歩いて30分ぐらいのところにあるので、買い物だとかそういうのは非常に大変です。30分町まで歩かないといけないので、でどこの宿でもあのツアーとかね、タクシーとかそういうのは名前言ったらすぐに来てくれるのでありがたいです。まあ、節約のためにできるだけ歩いてますけど、はい、今から30分歩きます。15分ぐらい歩いたところなんですけど、見てください、あの山がね、今昼過ぎなんですけど、もうすでにピンク色に色づいていて、すごいたまらないって感じですね。ただあの今外はマイナス25度ぐらいあって、で歩いたんでちょっとね汗かいたりしてて、ちょっと、ね、立ち止まると冷えちゃうんであれなんですけど、今ね向こうからスノーモービルが来ましたね。こんな感じでね、あの移動手段は結構スノーモービル使ってる人が多いです。車も走れるんですけど、道路がね整備されてる場所がすごく少ないっていうか、あの狭いので、自分の行きたいところに行く人はねスノーモービルもレンタルしちゃうっていうパターンが多いみたいです。学校ですかね、これ学校がありますね。スノーモービル止まってます。生徒何人ぐらいいるのかな。寒いです、手がね本当に冷たい。もうすぐショッピングストリートに着くと思うんですけど、顔も寒いし、手がね、手が冷たいです。ちょっと手袋ね、誤りましたね。もうちょっとあの分厚いやつにした方が良かったなと思ってます。顔が凍ってますよ。なんか幼稚園っぽい建物がありますね。すごいな、こんなところで。もう少しですね。あ、ごめん。あと5分ぐらいで着くかな。あと、日も見えてきてる。すごい寒いです。ちょっと寒すぎるんで、早足にだんだん立ってきてますけど。もうね、だんだん街の中に入ってきました。ちょっと、さすがに30分も外に寒いんで、中入りたいです。やっと街に来ましたんで、早速あのお店に入ってね、ちょっと温まろうかなと思ってます。寒い、本当に寒い。ここは大丈夫。やっとねシティセンターに着きました。お店がいっぱいありますね。バーもあるし、カフェもあるし、アウトドアショップもあるし、お土産屋とかもあるんですけど、とりあえずねアウトドアショップ行きたいと思います。アウトドアショップで服買っちゃいました。買っちゃいました。これね一回やってみたかったんですよね。あのでこれあの買っちゃいました。あの袋も可愛い。うん、ですね、今日はすっかりまあ買い物しちゃいましたね。またね30分かけて宿まで歩いて帰ります。もうすぐ家に着きます。寒かった。やっぱりね片道30分ぐらいですね。ということで今日は町まで歩きました。であのねアウトドアショップに行って、明日から最初の服を買ったりとか、日本のアウトドアショップで買うよりもずっと服が安くて、同じ製品だったらね、なんだろう、半額とまではいかないけど 60% ぐらいの値段で買えるので嬉しいです。さらにあのねセールとかやってて、半額セールとかやってたんで、片落ちのすごくお得な買い物ができたらと思います。手袋も買いました。後ろ綺麗ですけど歩くのはまあまあしんどいです。ただねあのマイナス25度以下っていうことで寒すぎるんで、あの足元が滑るっていうのはないんですよね。しっかりこうギュッギュッてこうグリップして歩けます。でこのフェイスマスクはね必須です。今これつけてないですけど、ないとこう鼻から入ってくる空気が冷たすぎてやばいです。で今日は
町の散策と、まあ、ゆっくり休むようなね一日だったんですけど、まあ、すっかり買い物だけになっちゃったんですけど、今からね今日買ってきたこの食材で料理して早く寝て明日から撮影に備えたいと思います。